はい、こんにちは、ジャムです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ると思います、ということでやっていこうと思うんですが、1111日記念の、キャンペーンとね、ガチャが来ておりますということですね。まあ周年が終わったばかりですが、まだまだね、いろいろやってくれますね。しかもこのみんなが支えてるやつね、これが出たってことですね。1111日記念のメモリアルサポーターとして俺を支えているものがということでね、鴨川ジムのメンバーが、背中を支えてくれてる、メモカーですね、これが来ましたよということみたいなんで、まあ無料ガチャね2個あるから、早速ね引いていってみましょう。とりあえず厳選ガチャアルティメットの方から行こうかな。まずレッツコンは、まあリカルドでも一歩でもいいけど、まあリカルドにしましょうか、せっかくだから。リカルドプラス、3周年のサポータープラス高校が、ここ宮田くん狙うで、ここはまあいいかな、伊達さんと一歩のやつで。あれか、だからピックアップは、メモリアルサポーターはないって感じなのかな。まあまあまあそれでもいいでしょう。とりあえず他のピックアップに関しては今までと一緒ですね。でマウスピースだけは、とりあえずね揃えばでかいから選んでおくってことで、引いてみましょう。リリース1111日記念無料ガチャいけ。もうね3周年でかなり石すっからかになっちゃったから、またね何だったら1年貯めるくらいの勢いで、無料ガチャしかね引かないでいこうとは思ってるんで、まあその辺はねちょっとよろしくお願いしますという感じかな。お、赤ベルト結構あるね。赤ベルト、赤グローブそれなりに揃ってますが、マウスピースが出るかどうかそこは出ない。高村さんダブル、そして、チャンピオンになった時のね一歩と銭湯のサポカですね。はい、ということで、まあ、とりあえずこっちは終了。続けてね厳選ガチャ111日記念版こちらも引いていってみましょう。まずレッツコンと、星8レッツコン ×2、 あーそうか、どっちも狙えるのか。まあだったらちょっと待って、普通のレッツコンの方を1個狙いして、星8レッツコン ×2 の方はリカルド狙い、こんな感じにしようか。まあでもこれあれか、1111日記念モードだから無料が終わった後、おそらく入るということだと思うので、まあちょっとこれ無料分しか引けないんだったらあれか、リカルド狙えなくなっちゃうかじゃあちょっとリカルド先にしようか。で、高校の方はまあ宮田くんにしましょう。まあここもね強さだけを見るならゴンザレスの方がいいんだろうけど、まあどっちかというとねキャラ的には宮田くんのが、とりあえず欲しいからね。まあ持ってたらね別に持ってない方を選ぶんだけど、というとこですね。まあとそれで、とりあえずサクサクと選んでいきましょうか。でこれはマウスピース選ぶよと、マウスピース選ぶよと、 OK、 じゃあこれで引いていってみましょう。いきます、さあ来い。さあ何か来るかな、どうよ。あ、でも紫のベルトあるね。この紫のベルト何が来たか、さあどうだ。あー3周年か。あーでも3周年被るのは全然悪くない。 OK、 モードがチェンジしましたが、30万剣石とてもじゃないけど回せないという感じっすね。まあ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 仕方ない。まあ記念のサポーター自体はねかなりかっこよくて欲しいなとは思うけど欲しいなとは思うものの、ちょっとね狙えないっすね。あれワンポがいる。1日目のワンポ発見、なんか持っていたようだ。剣戦ガチャ、このさ石配る代わりに剣戦ガチャ券配るようになったのってさ、ちょっと多分解約だよねなぜそんなことにしてしまったんだっていうね。今まで石配ってた枠で多めに配る代わりに、ガチャのチケットにしてるっていうのは、要するに一定期間経ったら厳選ガチャとかっていうのがさ、豪華絢爛ガチャとかなんか名前が変わってリセットされるんだよね。あれがあると、要するに貯めてた厳選ガチャっていうのが、剣石と違ってリセットされちゃうよってことを多分言いたいんだと思うんだよね。
そうだから1年間石貯めるとかっていうのをさせないぞっていう俺対策かっていうね。そうだから電池ロール破りみたいな感じで形跡貯蓄破りみたいな感じのことを運営がね講じてきたと。そんなとこっぽいっすね。まあ、ちょっと待って、無料分はこれだけか。はい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 。そうだからね、まさか俺の必殺技が対策されてしまうとはみたいなところではあるんだけど、まあしょうがないっちゃしょうがないのかな。お、ここ、ね、何枚か重ねないと上がらなくなってましたが、21に上がりましたね。オッケー。さらに、そうだな。あれちょっと待って、これってなんだっけ。このサポか、装備させてないぞ俺。サポーター編成どっか、今のやつってどこにつけるんだっけ。ちょっと、ちょっと待ってね。あ、ここか。あー、なるほどね。まあでもレベル6と、レベル7、あ、レベル7じゃない、レベル1だけど星7。あー、こっちの方が強いんだね。オッケー、入れ替えておきましょう。そしてだ、今回重なったやつ、上げていこうと思うけど、どれが重なってたか。ちょっと待ってね。あ、そうだ、高村さんが2枚出てましたね。高村さんじゃあ重ねましょうか。どこだ高村さんは。ちょっと待ってね。絵柄が見つからん。これかな。あ、違う、こっちじゃない。モンキンだ今のは。モンキン高村じゃなくて、イラストがちょっと待って、どれだ。これじゃないんだよな、こっちじゃないから。ちょっと待って、確認しよう。あー、なるほど、その高村さんか。その高村さんはどこだ。あれ、ちょっと待って、見当たらないな。あれ、ウォーリーでしょ、マシバでしょ。あれ、高村さんどこだ。おやあれ、ちょっと待って、真面目に見当たらないんだけど、どこにいる。あ、そうだ、執念がまず被ってたっけ。執念あげましょうか。オッケー。お、7500兆も上がるね。結構なパワーアップ。で、高村さん、高村さん、あれ、なんで高村さん見当たんないよね。一歩でしょ、先導でしょ。この辺の界隈で見いるはずなんだけど、いないな。あれ、なんでだ。ちょっと待ってね、高村さんの、あれ、なんでちょっと待って、真面目に見当たらないんだけど。ちょっと待った、こっちの一括強化で、あれ、いない扱いになってんな。この高村さんはプラ10。あれ、ちょっと待って、野望高村ってプラ10で終わりなのか、もしかして。そこ分かってなかったぞ。あれ、そうだっけ、なんかリミットブレイクとかの前の高村さんだからプラ10で終わりなのか。これ貫突してる。野望高村って10で終わり、なんかそうっぽいね。ちょっと重ねられな、重ねるとこにいなかったよね。あ、そっか。あー、じゃあしょうがないな。あとなんかゲットしたっけちょっと、あー、そうかそうか、これは重なってるから、スキル強化、パッシブスキル強化で、ここですかね、重ねていきましょう。
OK。 よし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 、そうか、野望高村ってしまった、じゃあピックアップ自体間違えてたってことだな、失敗した、なんてこった。まあただ3周年が被ったのは結果的には良かったから、まあそこだけで全部悪かったとは言えんけど、ただ高村さんピックアップしてたのは間違いだったっていう感じかな。あれ、そんなもんだったか。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。